皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。この動画は理科でテストに出やすい問題を予想し、その答え方について説明していく動画です。今回は中学2年生の理科、気団と前線についてお話します。まず気団って何なのかを覚えましょう。気団というのは気温や湿度などがほぼ同じ大きな空気の塊、気温や湿度がほぼ同じである大きな空気の塊、これを気団と言います。それから前線面と前線、これももう一度確認しておきますね。暖かい空気と冷たい空気がぶつかった時、これすぐには混じり合わなくて境目ができちゃうんですよね。この境目の部分、これを前線面と言います。この前線面が、地表または海だったら海上ですね、これに接している、この部分を前線と言います。では問題に入ります。下は前線を伴う低気圧の図である。ここに低気圧の中心があって、ここから前線が2つ伸びています。こちらが三角形の尖った印がある X の前線、こちらが、丸い印のある Y の前線です。そして A と B というのはこの前線上の地上の点だと思ってください。そしてこちらから、これ上から見た図なんですけど、これ地上に立ってもしこの冷たい空気と暖かい空気の境目が見えたらこんな風に見えるよというのを図にしてあるものです。 A 地点がここだとするとこんな風に境目が見えるよと。ここで確認しておくと、この理科の勉強では日本を基準にしているので、この前線より上にあるのは冷たい空気、寒気、それから前線より下の部分、これは暖かい空気、暖気ということです。ですからこの A の部分のここの外側、これは冷たい空気の寒気です。そして AB の間、ここですね、この前線より下にあるので、ここにあるのは暖かい空気、暖気。そして B の外側、こちら側になりますよね、線より上ですよね、前線より上にある。ですからここの部分は冷たい空気、寒気がある、こう考えてください。では問題ですね。 X と Y の前線の名前を答えよと。これ前にも一度やりましたよね。この三角形の尖った印のついている X の前線、こちらは寒冷前線と言いました。 B の方のを通っている Y の前線、 B 点を通っている Y の前線、こちらは温暖前線でしたね。字はこんな字を書きましたね。寒冷前線と温暖前線、こんな字ですね。漢字で書けるようにしておきましょう。さてこの前線、この寒冷前線の方ですけど、これは寒気が暖気を押し上げるように進んでいきます。ですからここの部分では、ここの暖気が上に上がっていって、このように上昇気流を作って雲ができていきます。それに対してこの温暖前線の方は、この暖かい空気が冷たい空気、寒気の上をよじ登るようにして進むので、雲はこのようにしてできます。よろしいですか。では2に移りますね。 X の前線、つまり寒冷前線ですね、この付近で発生する雲は何か、この時の雨の降り方を説明しなさいと。ここで発生するのはこの縦に伸びているこの雲ですけれど、これは積乱雲と言います。漢字で書くとこんな字です。積乱雲です。雨の降り方、ここは雨の降るのはこの真下ですから狭い範囲ですよね。狭い範囲で強い雨が短時間で降る。雨の降り方は狭い範囲で強い雨が短時間降ると、こう覚えてください。3番です。 Y の前線、つまりこれ温暖前線ですね、こ
この付近で発生する雲は何か、この時の雨の降り方を説明しなさいと。こういう問題だったら、ここで発生する雲、これは乱層雲を覚えておきましょう。で、乱層雲というのはこんな字を書きます。乱層雲ですね。そして雨の降り方ですね。これ雲がこんなに広い範囲で広がるので、雨が降る範囲こんなになりますよね。つまり広い範囲で雨があります。広い範囲でしとしとした雨が長い時間降る。広い範囲でしとしとした雨が長い時間降る。このように答えてください。では次に行きます。4番です。このように丸下に三角、丸下に三角、丸三角と交互にね、丸と三角が上と下に分かれて書かれている、この形で表される前線、これは何か。これは停滞前線という前線です。字はこのように書きます。停滞前線、停滞前線、こんな字を書きます。停滞前線というのは寒気と暖気の力がほぼ同じくらいの時ぶつかって、これ動かないんですね。日本では梅雨の時によく出ますね。前線の周りはこれ雲が発生しやすくて天気は悪かったんですよね。で、停滞前線っていうのは動かないので、梅雨ってずっと長い時間ね、天気悪いですよね。これは停滞前線が発生しているからなんですね。4番、終わりました。すいません。5番です。で、今度は丸と三角、丸と三角が同じ方向を向いています。これで表される前線は何かと、これは閉塞前線、このように言います。閉塞前線、字はこんな字を書きます。閉塞前線ですね。閉塞前線、これはどのようにしてできるかというと、実はこの寒冷前線と温暖前線って進むスピードが違うんですよ。寒冷前線の方がスピードが速いんですよね。だからどん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 進むにつれて、この温暖前線に追いついてきます。そして追いついた時にできるのがこの閉塞前線です。よろしいですか。今回は気団と前線についてお話しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。